カレン・ブーケドールが左前足の炎症のため、ジャパンカップを回避することが分かりました。今後についてはまだ未定とのことです。マジかよ残念。結局 G1 取れずに終わってしまうのか。G1 どころか重賞すら勝ってないぞ。この馬に賞しかしてないんだな。主な勝ち倉、スイートピーステークス、リステッド競争。G12 着が3回。シルバーコレクターだな。有馬記念には間に合うんだろうか。これはコントレイル圧勝か。お母さんになりたがっている。ラブズオンリーユー世代か。引退かな？去年三冠馬以外には先着してたから残念。去年もコントレイルとほとんど差なかったからな。軽い症状であってほしい。エリザベスで解けばよかったのに。藤沢和夫急車ウィンドジャマーまさかの滑り込み。和夫引退だからウィンドジャマーは記念出走するんじゃね。弱面だった一昨年に勝てなかったのが悔やまれるな。